はいどうも、せつなです。なんか夕方に地震あったけど自分の身よりも機材を心配してしまいました。いや何が面白いということで、今回もやっていくんですけど、中国がなんかいろいろやばかったということで、まあ突っ込んでいきましょう。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではどうぞ。これはリラクマですかね。顔の部分は結構いい感じだと思うんですけど、ちょっとでかいかな。中見えてるし。おー、これはドラえもんですよね。藤子 F 不二雄って書いてあるし。だとしたらこの子たちはのび太と静か。誰だよお前。おー、ジスケット。子供の楽園に接吻する。どういうこと？これはスーパーマリオ。でかい。怖い。いや、これはこれで欲しい。いや、無駄にでかいし、ノリノリで撮ってるやつなんなん。だっこれはミッキーとドナルドのパクリですね。まあ、ドナルドはかろうじて再現できてるけど、ミッキーどうした？いや、それパーマンじゃないですね。ハットリくんですね。お、これはドラゴンボールではないですね。あ、これはあれですね。完全にラリってるキティちゃんですね。これサムネのやつなんですけど、まあ、これはパクリではないですね。なんですが、まあ、これ中身がやばいんですよ。もうこれ考えた人天才だと思う。